海上保安尖閣部隊が海峡局の侵入に対応している中、石垣市は尖閣に上陸の許可を国に。今回この上陸をめぐって上陸を拒否している官僚や政治を詳しく見ていきますね。それにしても拒否しなくても政治的な背景が見えてきました。本来日本の領土、領海であるはずの尖閣諸島周辺海域において、中国海峡局等の公船が度重なる侵入行為を繰り返していることは、特に昨年2020年あたりの報道から、その頻度の増加が著しい。通信社の報道によれば、中国海峡局所属の2隻の艦艇が、5月10日午前から、翌11日にかけて、通算で21時間以上も領海内に侵入していたといい、いかに常態化が進んでいるとはいえ尋常ではない。同様に、11日には別の2隻の艦艇も尖閣諸島周辺海域の接続水域に侵入、航行を実施している状況にあり、実にこれは88日間も連続しての行為であり、中国による同海域支配の既成事実化を起としたものだろう。今年2021年の2月には、中国海峡局の法案が改定施行され、そこでは、中国海峡局側が必要と判断した場合に、相手側、つまり直接的には日本だが、に対し、武器使用の緩和を意図する内容が盛り込まれた。こうした中国内部の一方的な法律改正とはいえ、現場で対峙する海上保安庁等の対処方法を鑑み、日本側も現行法の枠内での武器使用を容認する政治的な解釈が行われたが、現状を見るに正直効果は薄いようだ。そもそも日本政府の尖閣諸島への公的な見解は、国際法上などの国にも属さない同諸島を日本が先んじて支配しており、合法的な領土の取得を成立させている実効支配済みの固有の島だというものだ。この解釈の成立は1895年1月に遡り、当時の清国や周辺諸国に確認を行い、その上で必要な一連の手続きを経て沖縄県の一部に編入したもので、翌1986年より民間人の開拓を許可、居住の実績も確認されている。その後1940年には無人島となり、1945年の太平洋戦争の敗戦で沖縄と同様にアメリカ軍の施政下に置かれたものの、1972年の沖縄返還と同時に尖閣諸島の施政権も日本国に返還され、現在に至ったとされている。台湾や中国が尖閣諸島の領有権をめぐり、日本との間にこの地域に領土問題が存在すると主張し始めたのは1971年のことであり、1968年に尖閣諸島周辺海域に石油等の地下資源の存在が指摘されて以降のことだといえる。実は1980年代の中曽根政権時代に、尖閣諸島の一つである魚釣島に仮設のヘリコプターの発着場所が設けられたことがあったが、中国政府からの抗議が行われたこともあってか、結局は撤去される経過をたどった。再び尖閣諸島が政治的な注目を集めたのは2012年の当時の
石原東京都知事らによる魚釣島、北小島、南小島の3島の個人所有者からの購入が報じられたことに端を発したものだと言えるだろう。結果的には東京都ではなく日本国が所有者から魚釣島、北小島、南小島の3島を購入することになったが、現在でも久場島は個人が所有する状態が継続されており、尖閣諸島すべての国有化には至っていない。久場島を除くとはいえ、尖閣諸島の大半を国有地とし、実効支配済みの固有の領土としたことは、外国勢力、特に中国等に購入される危険性を防止したとは言えるものの、日本の実効支配の口実のようにも、中国等で喧伝された。この点は、政治的には中国の情報工作に日本側が押されていた感も拭えず、実効支配の証明のために、なりふり構わぬ3島の購入に日本政府が動いたかのような言説が中華系のメディアで繰り返されるようになった。ただし、前述のように日本政府の尖閣諸島に対する公的見解は国際法上の無主地宣戦にあたるとの解釈であり、そうであるがゆえに他国、つまり中国や台湾との間にここをめぐる領土問題は存在しないとの立場、認識に立つ。このあたりの法的解釈上の理屈が、言い方は悪いが、悪意を持った相手には通じず、勝手に日本が実効支配しているだけなのだから、中国も実力行使をもって、その奪還を目視のが当然という理屈を生み出させている。2021年5月現在、こうした本来近代の歴史上から判断しても、日本の領有が当然であるにもかかわらず、積極的に実効支配を強化する施設等を設置してこなかったことが、中国に付け入る隙を与えた状況にも思える。実は、昨年2020年10月に、尖閣諸島を行政上の管轄下に置いている沖縄県の石垣市は、尖閣諸島の行政上の地名を、土城尖閣へと変更することを決定する判断を下した。これにより行政を担う石垣市は、この新たな地名である、土城尖閣を、表記した標宇宙を、尖閣諸島の島々に設置することを目的として、その設置作業を実施するための上陸許可を日本政府に求めている。しかし、日本政府側としては、今のタイミングで、この行為を認めることは、中国側との物理的な衝突の可能性が高まると考えているようで、これを安全上の理由から認めない方針だと見られている。こうした状況は、日本政府の弱腰な外交と中国の強硬姿勢に屈した行動ではないかと、との批判を主として、右側の勢力からの反発を呼んでいるが、あえて中国を刺激すべきではないとの苦渋の判断だろう。個人的に興味深いと感じるのは、今回の土城尖閣への尖閣諸島の地名変更が、戦後どちらかといえば、アメリカの姿勢下に置かれたことで、中国寄りの姿勢が多いはずの沖縄から出された部分だ。この辺りの従来の右派、左派といった単純な図式が、
この問題においては当てはまっていない構造こそが、日本の現在の政治姿勢をより複雑な状況にしているように思えてならない。